こんにちは。シュアーズ佐野さんのアシスタントを務めている松井です。今日は還元率 40%、究極のクレジットカードの全貌と作り方をついに公開のお話をしたいと思います。あなたはセドリや日々の生活でクレジットカードを使っていると思います。ただ、最近クレジットカードの還元率が解約続きで、もらえるポイントがどんどん減っていますよね。佐野がメインで使っていたカードも2018年になってポイントが全然もらえなくなって、とても困っていました。そんなあなたに佐野が入手した国費クレジットカードの情報を特別にご紹介いたします。このカードを使えば、なんと還元率 40% 以上を実現することも可能です。その実態やカード内容、申し込み時の留意点など丁寧に教えますね。セドリをやっているあなたはもちろん、セドリ以外にも何かしら副業をやっている方など、幅広い方におすすめできるお話です。今回の文章の最後にこのキャンペーンの申し込み方法をお伝えするので、最後まで丁寧にお読みください。極秘クレジットカードの内容とは、結論から言うと、アメックスのビジネスゴールドカードを使います。そして、3ヶ月以内に100万円、1年以内に200万円使える方に、今回ご紹介する案件を強くお勧めできます。上記規模のクレジットカード利用や仕入れをすることで、アメックスから10万ポイントをもらえます。10万ポイントの内訳は以下の通りです。入会から3ヶ月以内に20万円の利用で1万ポイント獲得、月約7万円の仕入れで達成。入会から3ヶ月以内に50万円の利用で2万ポイント獲得、月約17万円の仕入れで達成。入会から3ヶ月以内に100万円の利用で2万ポイント獲得、月約34万円の仕入れで達成。初年度1年で200万円の利用で3万ポイント獲得、月7万円の仕入れで達成。上記の利用金額に達した場合のカード利用ポイント2万ポイント獲得、月約17万円の仕入れで達成。上記をすべてクリアすることで合計10万ポイントを獲得できます。もらえるポイントは1ポイントイコール1マイルに変更できるため、10万マイルもらえることになります。1マイルの価値がいくらかという疑問をあなたは持つかもしれませんが、その答えは乗る飛行機によって価値が変わります。というのも、例えば東京沖縄間では41,490円の場合、7000マイルで行けます。この時、1マイルは 5.92 円の価値になります。海外旅行やビジネス、ファーストクラスであれば、通常支払う金額よりも圧倒的に少ないマイルで乗ることができて、1マイル15円の価値になることもあります。目安として、1マイル2円から15円程度と考えてください。なお、今回のキャンペーンでもらえる8万マイルの海外航空券利用価値としては以下の通りです。ハワイを往復2回半、ロサンゼルスを往復2回半、韓国を往復8回。もちろんあなただけでなく、ご家族の方も一緒にマイルで飛行機に乗れますので、家族サービスとしても喜ばれるでしょう。他のカードが作れないブラックな方でもカードを作れたという事例があるので、比較的審査は通りやすいようです。また、ビジネスカードと言っていますが、法人、個人事業主に限らず、サラリーマンで副業されている方でも作ることができます。極秘クレジットカードを持つのに費用はいくらかかるか？費用としては以下の2つがかかります。1、カードの年間費として3万1000円、別途税金。2、アナマイルへ移行する場合のみ別途8000円。上記2の内訳は以下の通りです。メンバーシップリワードプラス、
年間3000円。穴井工事に、レートが良くなるプラン、年間5000円。ちなみに、アナマイルではなく、ブリティッシュエアという別の航空会社に移行することも可能です。こちらであれば、2の費用8000円は一切かからず、無料でマイルを移行できます。ブリティッシュエア経由で JAL の飛行機を予約することができ、国内旅行であればアナマイルに変換するよりも安く乗ることが可能です。例えば、東京から福岡に行くのであれば、なんと11往復もできます。よくある質問、疑問に対する回答。ポイントは、マイル以外に変えることもできるんですか？ 1 ポイントを1円として、以下のようなものに変換できます。スイカ、エディ、楽天ポイント、ナナコ、T ポイント、ヤマダポイントなどなど、数十種類。年間200万円仕入れで10万円分もらえると考えると、還元率は 5% です。もちろん、マイルに変換した方がもっと還元率が高くなり、1マイル8円の価値とすると、還元率は 40% にもなります。こんな高い還元率、他のカードでは絶対にありえないですよね。もらったポイントをマイルに変換する方法がよくわからなくて不安。もしわからなければ、私の担当から具体的に説明いたします。年会費が高いから、1年で解約したいけど問題ない？大丈夫です。カード会社的には続けてほしいでしょうが。ビジネスカードとありますが、法人を持ってなくても作れますか？はい。個人名義でも法人名義でも作れます。個人事業主はもちろん、サラリーマンで副業されている方でも OK です。紹介されたアメックスの担当の人と会うことは可能ですか？関東近郊の方であれば、担当が直接伺うことも可能です。遠方の方であれば、お電話や書面でのやり取りもできます。まとめ。普通に背取りをしていれば、3ヶ月で100万円、1年で200万円の仕入れは難しくないでしょうし、そのついでに国内、海外旅行に行けるのであれば最高ですよね。なお、このキャンペーンはインターネット上では公開されておらず、紹介者を通してのみ受けられる特別なものです。転売や副業をやっているあなたにとてもおすすめなキャンペーンですが、残念ながら、期間限定の申し込みとなっています。キャンペーンは突然終了する可能性が高く、それ以降、この特別キャンペーンはなくなってしまいます。もし、このキャンペーンに申し込みたい方は、佐野の公式 LINE に、紹介希望というメッセージと、あなたのメールアドレスを教えてください。担当をご紹介させていただきます。LINE を持っていないあなたは、お問い合わせフォームからご連絡くださいね。今日は以上です。また、さらに詳しい情報を、シュワーズ佐野の公式 LINE、アット限定で配信しています。LINE にご登録していただいた方には、今だけ、期間限定で無料で儲かるお宝商品リスト20選をプレゼントしています。ぜひ、LINE にご登録してくださいね。本日はご視聴していただき、ありがとうございました。